サニーサイドはアメリカ合衆国ワシントン州ヤキマ郡の都市である。2000年国勢調査によると人口は13,905人である。北緯46度19分15秒、西形120度0分44秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると総面積15.4平方キロメートルである。このすべてが陸地である。2000年の国勢調査では 人口13,905人3,827世帯3,000家族が生活している。人口密度は903.8平方キロメートルである。264.6平方キロメートルの平均的な密度に4,070件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人42.61%、アフリカン・アメリカンセント。 ネイティブアメリカン0.63%、アジア0.69%、太平洋諸島系0.09%、その他の人種52.58%、根結3.01%である。この人口の73.05%はヒスパニックまたはラテン系である。全世帯のうち18歳未満の子供と同居している世帯が50.2%、 夫婦のみの世帯が55.1%、未婚女性の世帯が16.6%であり、21.6%は、家族を持たない。個人名義の世帯主が18.6%、そのうち65歳以上が11.0%で、ある。世帯ごとの平均人数は3.58人、家族ごとの平均人数は4.02人である。 18歳未満の未成年が38.1%、18歳以上24歳以下が11.7%、25歳以上44歳以下が26.6%、45歳以上64歳以下が14.0%、65歳以上が9.6%、平均年齢は25歳である。女性100人に対して男性は99.0人で、ある。 18歳以上の女性100人に対して男性は94.7人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は 27,583US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 28,304US ドルである。男性は 25,187US ドルに対して、女性は 25,779US ドルの平均的な収入がある。 この都市の一人当たりの収入は 1366US ドルである。人口の29.1%及び家族の34.5%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の46.2%及び65歳以上の18.1%は貧困線以下の生活を送っている。1893年。 ウォルター・グレンジャーによって開拓され、商人のクラインにより、サニーサイドと名付けられた。グレンジャーは、焼き間川から飲水するためにサニーサイド運河を建設するための資金調達をした。しかし、1893年強行により、グレンジャーの債権者は、運河の担保権を行使し、移住者は7家族に留まった。1898年、 ジャーマン・バプティスト・プログレッシブ・ブレズレンの一員が、キリスト教共同コロニーをサニーサイドへと移転した。ブレズレンは、町全体を買い取り、銀行と電話交換局を誘致した。彼らは、区画を販売する条件として、アルコール、ダンス、ギャンブルを禁止した。このため、ワシントン州の古い地図には、この町に十字架やハロが描かれている。1902年9月16日、 サニーサイドを自治体とする住民投票があり42票だった。州法では自治体とするためには人口が300以上である必要があり、サニーサイドは人口314であったため投票する権利があった。最初の市長には薬剤師のジェームズ・ヘンダーソンが選出された。サニーサイドはブレズレンの恩恵を受け、サウスダコタ州からの移民が増え続けた。 あとの1930年代には、ダストボールから避難するためにサニーサイドへと移住した、ものもいた。1917年6月5日、市長ウィリアム・ブライト・クラウドの指揮のもと、砂利道を舗装する事業を開始した。1979年、サニーサイドは、オールアメリカシティアードを受賞した。A9410 ジョンディア・コンバイン、ハーベスター・ティピカル・オブ。 A パレードエントラント、最初は1989年に開催され、北西部最高のライトアップパレードと呼ばれている。毎年12月上旬に開催される。コンバイン、ブームトラック、噴霧機、スウェーザー、グレープピッカー、その他すべてのトラクターに色とりどりの照明を取り付けてパレードが行われる。2006年には70以上が参加した。 年間1億5000万ポンドものチーズが生産されており、デイリーフェアではカラフルなチーズが展示されている。チーズの製造場を見学することもでき、試食やギフトショップが敷地内にある。ダウンタウンにあり、開拓の日常生活に焦点を当てた美術品や書籍が展示されている。1911年に建てられ、1964年に建て替えられた。 焼きまばれ近郊の図書館としては2番目の大きさであり、スペイン語のコレクションとしては最大である。ありがとうございます。